もしもポケモンキャラがホグワーツに入学したらについて語るネット民の反応を紹介します。ぜひコメントやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしも人間キャラがホグワーツに入学したら、ポケモンやハリポタ人外のいるいないはあまり細かく定義しないものとする。ゲーチスはスリザリンか？スリザリンは割と仲間思いが多いからな。ゲーチスはレイブンクローの可能性もありそう。カキツバタとかシルバーとかスリザリン域要素。なんか西洋雰囲気はグリフィンドールなのに、性質としては美術担当であることも相まってハッフルパフに所属してそのまま先生をやってそうな八作先生。血のつながりを重要視して気高く優秀な印象もあるし、蛇が竜っぽいから一族の多くはスリザリンにいそうな雰囲気ある。シロナさん、オモダカさんあたりのレイブンクロー感。ポップは組分け帽子にお前の兄のことはよく知ってると帽子をこむる前に兄と同じグリフィンドールに突っ込まれそう。ポップはハッフルパフじゃねえ。勤勉の努力家だしフレンドリーだし、正しく忠実で忍耐強く真実で苦労を苦労と思わないってまさしくホップじゃん。スター団の面々はフィーニャ、ハッフルパフもしくはレイブンクロー、メロコ、グリフィンドール、シューメイ、ハッフルパフ、オルティガ、スリザリン、ピはハッフルパフもしくはグリフィンドール。内命時異論は認める。ボタンがレイブンクローなら親父はグリフィンドールだし、おじさんはスリザリンの匂いを感じる。やっぱりヨウハルはグリフィンドールなのかな。グリフィンドールは勇気、大胆さ、気力、非指導的精神を重視する。当然ながらグリフィンドールが主人公属性強い感じある。スリザリンって感じでもないし、悩むけどクソ頑固なところがグリフィンドールな気がする。スグリはハッフルパフに合うなって思ったけど闇落ちするし、意外とクソガキなところもあるからグリフィンドールかもしれない。悪の組織ボスは一部を除いてほぼスリザリンかレイブンクローに分類できそうだな。悪の個人モーロなんかは野心狡猾さましましでスリザリン。ゼイユとペパーがわからん。見たところゼイユとペパーはハッフルパフだと思う。ゼイユはあれでいてすごく過保護なくらい弟思いだと思うし、ペパーはスリザリン要素、どんな手段を使っても目的を遂げるも少しありそうだと思った。オリーブさん、もともとレイブンクロー気質革命だけど、ローズさんがスリザリン入りしたら間違いなくついていきそうだし、帽子に異議を唱えて強引な態度を認められてスリザリン入りする。悪の組織はハッフルパフは無理。意外とグリフィンドールはいると思う。闇の陣営に組みしたハッフルパフはいないっていう原作設定いいよね。悪の組織の中だとフラダリさんはグリフィンドール気質あると思う。若い頃の困ってる人たちを片っ端から援助してた時とか、まあ最終的にはスリザリンになっちゃうんですけどね。英雄の暴君なところと常識的なところをどのくらいの塩梅で見たものか、スリザリンかグリフィンドール、どっちかというとグリフィンドールかな。何それ王がポンかわいそうのあたりを見るとグリフィンドールだなと思う。タイム先生と八作先生はギリギリハリーポッター原作にいそうな雰囲気がある。四天王いい感じにばらけたら監督生いけるやんってことで分離。年齢的に同世代はハリポタだと無理だけど、ドラゴン使いがスリザリン家系でそこから飛び出した八作合うなって。グリフィンドール、青木、信念、平凡に基づいて行動する、赤松、情熱とか色とか主人公っぽさ、スリザリン、チリ、色、壊れへんのセリフがぽい、カキツバタ、純血主義がドラゴン使いの家系っぽい、狡猾、ハッフルパフ、八作、色、ドラゴン使いから飛び出してるからエス以外、寛容や慈愛、太郎、誠実、金殿、レイブンクロー、ポピー、専門分野への競争心やバトルという得意科目に年代にしては秀でている。ネリネ、個性的、色、ルーナに近いものを感じる。博士勢は基本レイブンクローだけど、リムフトゥーはスリザリン行きそう。タロはスリザリンっぽくない、もちろん良い意味で。
市長の騎士団のメンバーに比べるやらシアノやら博士に加えてヤーコンさんとかもいそうだな。ファンタビのニュートがハッフルパフなあたり、研究者の中でもジニア、ウツギ、プラターのあたりはハッフルパフにも適性ありそうな気がする。ポケモン SV の DLC 組ってスリザリンに入りそうな人が多い印象。ツグリ、ゼイユ、カキツバタ、タロの4人はスリザリンに行きそうな感じする。ブライア先生はレイブンクローって感じもするけど。スリザリンってなんか悪いイメージあるんだけど、仲間思いって設定があるのギャップがあって好き。カキツバタはスリザリンのイメージが強いな。ゲーチスはホグワーツよりはダームストラングのが似合うと思う。ポケモンにホグワーツが混ざるとね、悪タイプやゴーストタイプとかが強くなってダーク寄りになるの。ドラゴン使いのスリザリン感でも家に反発したって点では、八作はシリウスっぽい感じでグリフィンドールと迷われてそう。カキツバタの満場一致のスリザリン感、由緒正しい純血家系だけどグリフィンドールで親マグル派を公言してるね。も親がレイブンクロー同士の純血で自分はハッフルパフのペパ。レイブンクロー所属の根血ながら事業を抜け出してはあちこちの寮のはみ出し者とつるんでる。ボタン青春というか主人公勢は大体根血でグリフィンドール所属とかかな。スリザリンにしようと思えばできる要素も多いな。ホームウェイレジアルダとウォローは間違いなくスリザリン。純血主義でよそ者を嫌う。自分の目的のためなら他人を騙して利用する。手持ちポケモンにだけはなんだかんだ愛情ありそうなところがそれっぽい。混合団は正しく飛脚の頼れる兄貴分析を筆頭に、ヨネ、ヒナツ、ツバキはグリフィンドール、ススキはハッフルパフで、ワサビはレイブンクローかな。ツバキはあの性格だしスリザリンが似合うけど、兄貴と同じじゃなきゃ嫌だ。で散々だだこねそう。真珠団は上り、低いはレイブンクロー。優雅おばあちゃんは保守的な考えが強いから案外スリザリンもありえそう。熱血ハマレンゲとガラナは自分がこうだと決めたら曲がらないがの強そうなところがグリフィンドールっぽい。意外と回がストーリーでキャラブレしてたから難しいけど、精神面はともかく才能は秀でていた感じもするし、レイブンクローかな。テルショーラベンはハッフルパフな感じがする。自発的に困難に立ち向かうぞ。というより依頼された仕事を他の人の協力を得ながらこなしていく様子が忠実で、クローを厭わず協調性が高い感じ。電牧島星は新天地を開拓して新たな社会を作ろうとし、リーダー気質なのでグリフィンドール。胸は正体隠してる狡猾さと身内意識が高いのでスリザリン。主人公に戦いを挑んでくるけど、結局電牧のことを頼んだあたり主人公のことも身内判定してそう。 N はグリフィンドールかレイブンクローかで悩む。意外と熱血なところもあるしグリフィンドールかな。組分け帽子が大木戸博士の声で脳内再生される。定期的に両名忘れてそうだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。